様、こんばんは。タロット歴25年目の野瀬姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日も寝る前のあの人の今の気持ち、あの人の深い気持ちというのをしっかりと見ていきたいと思います。はい、選んでいただきたいのは本日3択ご用意しております。はい、1番の方赤、2番の方白、はい、そして3番の方ブルーです。こちらの3択からお選びくださいませ。あの人の気持ちです。今日はね、しっかりと今の瞬、今のこの瞬間の気持ちも含めて見ていきたいと思います。あの人の気持ち、そして天使様からのアドバイス見ていきましょうね。はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。1番の赤の皆様から見ていきたいと思います。はい、じゃあ1番の赤の皆様、お待たせしております。はい、あの人の、はい、さあ、どんな気持ちで、ね、私のこと、僕のことを、ね、考えてくれているのということを見ていきましょう。はい、ちょっと待ってね、これ上の方、これと、はい、これかな、よいしょ、赤の皆様のカードが出ました。これはどういうことかっていうと、男性も女性もこれはまずね、赤の皆様のことなんだけれども、お相手様はズバリズバリ赤の皆様のことをまず考えてるよと、思い出してるよと、しっかり考えてるとまず出ました。あら、嬉しいですね。はい、そしてここが無知か、お相手様自身が今心に余裕がないのかな、もしくはちょっとね、喧嘩しちゃったっていう人もいますか。なるほど、ちょっと待ってくださいね。はい、そしてこちらのカード、ヘビですが、さあこれはどうだろうね、ちょっと待ってね。まずあのね、赤の皆様のことをすっごい考えてはいるんですよ。考えてはいるんだけれども、ちょっとね、後悔があったりとか、なんかね、まだ怒ってたりとか、うん、する。で、それがどうも赤の皆様の方がやきもちを焼かれた側なのかな、焼いた側、なんかね、そういう異性関係のことでちょっとお二人の間で、まあ、喧嘩、口論みたいな形になってるみたいで、あ、でもね、もう少しね、深い気持ち見ていくんだけれども、まずはもしかしたらね、少し怒ってる気持ちあるかもしれないけど、それでもまずはズバリ考えてらっしゃいますよ。うん、すごく考えてる。うん、むちゃくちゃ考えてますね。なるほど、なるほど。はい、じゃあね、今度は、はい、じゃあもう少しね、深い気持ち。じゃあこちらのカードで、はい、じゃあ見てみましょうね。これでね、仲直りとかね、和解とかね、そんな感じのね、カードが出てくれたら嬉しいんだけどね。はい、さあ見てみましょうね。はい、プレイフルネス、あ、まあいいんじゃないかな、あ、大丈夫だね。はいはい、さて、あ、はい、かしこまりましたという感じです。はい、もうね、この気持ちね、うん、これ全部って言っていいかな、あの人自身が頭ではね、まあ、やきもちを焼いたり焼かれたりっていうことでちょっとね、イラってする気持ちはあるみたい、今はね。
でも心の中の気持ち見てると、いやもうね、お相手様は赤の皆様にすごくときめいてるよ。本当は早くこう仲直りラブラブそういうのをしたいと思ってるし、やっぱり気持ち的にはやっぱりね、すっごい好きなんだね。だからこそ、やきもち焼いたり焼かれたり、なんで信じてくれないのとか、なんで他の男女と例えばね話すのとか、こうそういう嫉妬心が出てきたりするのは気持ちがあるからだよね。ほら見てください、これとかもね。ね、まあこう見ていただいている方、男性も女性もいらっしゃるんだけれども、ね、お相手様がひざまずいて、ね、あなたのことが好きですよと、やっぱりこう、こういうこう自分の気持ちをしっかり伝えたいって思ってらっしゃいますお相手様。うん、愛情これはあるから、今、まあ、少し不安定な状況だったとしても、もうお相手様のこの素直な気持ちが分かったら、もうね、赤の皆様から普通になんかね連絡をして、そして会ってなんかねラブラブデートすれば、もうね問題なく問題なくお二人は元に戻るんじゃないかなって感じ。はい、じゃあね、天使様からのアドバイス見てみましょうか。こちらの3枚が天使様からのアドバイス。はい、じゃあ見ていきましょうね。さて、ほら近いうちって出てるよ。うん、さあ近いうちね、なんか時期のカードがしっかりと出ました。さてと、はい、なんかね自分から連絡をしよう、主張しようと出てます。はい、そしてこちら、ほら信じる気持ち、いやーこれは全く問題ないですね。うん、はい、じゃあもう一回ちょっと最後に説明させてくださいね。赤の皆様、まずお相手様はズバリズバリズバリ赤の皆様のことを考えてます。考えてはいるんだけれども、まあちょっとした喧嘩、いざこざ、異性関係のことで、まあお二人が揉めたのかなど、もしくはお相手様が嫉妬心というものがあるのかなっていうこと、それは出ています。でもその出ている気持ちっていうのは好きだからこその気持ちです。まあお相手様としてはね、早くぎゅっと抱きしめられて、もう本当に仲直りが本当はしたいと思ってる。うん、で天使様からのアドバイスっていうのも、お相手様がね素直に慣れていないかもしれない。だからこそ、まあ、今週中、本当に近いうち、今週中にでも、赤の皆様から自分から連絡をしてみて、そしてお相手様にコンタクトを取るとか、まあ、その状況によっては、例えば説明するとか、謝るとか、いろいろあるかもしれないけれども、お相手様がちょっとね、かたくなに頑固になってるっぽく見えるので、そこを赤の皆様が心を溶かしてあげてくださいって。そういう感じです。いやいや、好きですよ。大丈夫、大丈夫。はい、これが一番の赤の皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。はい、じゃあ白の皆様、お待たせしております。はい、あの人のね、はい、気持ち、今日はしっかりと見ていきましょう。はい。見ていきましょうね。さて、はい、あの人の気持ち、ゆり、はい、素敵なカード出てます。お、棺桶、ちょっと待ってね。はい、そして魚、なるほど。
はい、まずね、はい、白の皆様への、これはね、穏やかな大人っぽい気持ち、色っぽい気持ち、それをお相手様は持ってらっしゃると出ていました。で、なんだろうね、事情があるのかな。今なんかね、会えなかったり、お相手様が仕事が忙しかったり、そういう感じなのかなって気がしました。でも、もしね、例えばしばらく会えてなかったとしても、お相手様は、白の皆様のことをね、とてもとてもいい思い出として、なんかね、思い出してるし、考えてるし、会いたいと思ってる。この事情何なんだろうね。ちょっと待ってください。なんか二人の事情を見てみましょう。どうしたんだろうね。ちょっと他のカードで見てみるね。じゃあね、ちょっとこちらの、なんかね、ちびエナルマンで見てみましょう。今のお二人の状況はどうなんだ？2人の今の状況、あ、また百合が出たね。ほら、ここも百合が出てて、今回ここも百合が出てる。そっか、百合が出てるんだけれども、ネズミってカードが出てるから、あ、これはちょっと仕事のことかな、お金のことかな、ということで、今お相手様に少し余裕がなかったりっていうことで、会えないっていう状況が続いているのかなっていうふうに思いました。なるほど。でもね、これね、きっと今からね、もう少し深い気持ち見ていくんだけど、仕事のめど、なんか会社のめど、それが立ったらね、きっとね、これね、連絡をくれるんじゃないかなっていうふうに思う。なるほど。今ね、まあ、コロナでね、こう、かなり死活問題っていう状況の方もいらっしゃると思うんですよね。で、もしかするとお相手様は、本当にこう、その中にいらっしゃるのかもしれない。わかりました。じゃあ、ちょっとね、気持ち、もう少し深く見てみましょうね。はい、もうこのカードがポロンと。これはね、カードで言ったらね、片思いっていう意味なんだよね。あとはね、寂しいとかもある。そしてこれが過去の恋人とかね、まあ、過去生からのご縁っていうのを表すカード。そして、はい、こちらトラスト、すごいね。お二人がね、すごいこう結びついてるの、信頼し合ってるのっていうのがすごくわかります。お相手様、やっぱりね、今いくら自分の事情とはいえ、やっぱりね、会えないのはすごく寂しいと思っている。早く白の皆様のことをね、やっぱりこう抱きしめたい。で、この優しくね、この男の人、もう本当にこう君のことが愛おしいんだっていうぐらい、もうなんか情熱的に、でも優しくね、女性のことをこう抱きしめてますよね。本当になんかね、もう今からこう服をバーって脱がせるようなね、そんな感じぐらいの勢いがあるんだけれども、なんか優しいけれども激しい、なんかそういうのがね、お相手様の気持ちみたいで、すごくやっぱりね、白の皆様のことを欲してるんだと思います。でね、やっぱりあの人としてみれば、例えばね、今のこの事情ね、会えない事情、どうしても仕事に余裕がないっていう事情かもしれない。でもそれでも、白の皆様が自分のことを分かってくれる、そしてお互い信頼し合っているっていうことを、きちんとお互いがこう思い合ってる。だからこそ、
もし会えてないとしても続いてる。それがね、なんていうのかな、やっぱりこれ絆だよね。そういうものでね、しっかり出てるような気がする。ただね、お相手様はとても寂しいよっていうのは出てる。ね、なんかね、いくら自分の事情とはいえ、やっぱりこう好きな人に会えない、会いたい人に会えないっていうのは、やっぱりそれは辛いですよね。はい、じゃあね、天使様からのアドバイス見てみましょうね。天使様からのアドバイスはどうかな。はい、今はノーっていうことなんだね。了解。はい、そしてこれが、あ、でも修復できるよって出てる。了解。はい、そして最後、近いうち、なるほど。はい、このね、3枚のカード、あの、お相手様といわゆる会えたりとか、本当の意味で、まあ、いわゆる修復、関係修復、まあ、お相手様の仕事も含めてかな、あの、それはね、もう少し時間がかかると。いわゆるこう、今すぐに、ね、この問題、お相手様の状況も含めて、まだ今はすぐには、直近では今はまだ解決できない。でも今じゃないけど、きっと2人の関係はね、こういうふうにいずれは2人の関係はいわゆるリカバリーできるから、修復できるから、だから近い未来でどうこうしようっていうこと、それはね、全く焦らなくていいからねと。2人の関係を修復するのはできるから、できるけど、これは今すぐじゃなくて、お相手様からの状況、連絡、そういうものを待っててあげてねっていう、そういうカードだと思います。これはね、きっとね、もうちょっと時期さえ、あの、いわゆる時期はもう少し、時間はもう少しかかる。でも、いい方向に、っていうか大丈夫だと思う。ね、もうこのトラストとかも出てるし、お相手様の気持ちはダブル、ね、有利、それも出ているしっていうことで、やっぱり仕事の目処がついたら、きっと連絡がくれて、で、そして、なんかね、寂しい思いさせてごめんねっていうことと、なんか僕も私も寂しかったよっていう、そういうお気持ちをきっと伝えてくれると思いますよ。はい、これが白の皆様でした。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ青の皆様、お待たせしております。はい、じゃあお相手様の、はい、気持ち、しっかりと見ていきましょう。はい。出てます。はい、そして無知か、はい、そして船。はい、なるほど。はい、このね、ブルーの皆様、お相手様ときっと両思いだと思うんだけど、お付き合いしてるのかなっていう感じするんだけれども、距離があったり、実際に会えなかったり、なかなか会えなかったりっていうことで、なんていうのかな、こうイライラしちゃったりしてるのかな。なんかね、お相手様がなんか好きだからこそ会いたいのに、なんで会えないのみたいなね、そういう感じがね、とてもとても見えるんですよね。そっか。なんかね、そういう、なんだろう、自分の心とお二人の現状、
なんかね、そこに今お相手様が納得がいかないというかね、なんでみたいな ちょっとこうダダをこねてるというか、そういう感じにも見えますね。会いに行きたい、会いたいみたいな、それがねすごく見える。で、どうしてかっていうと、もう好きだからですよ。青の皆様がとっても好きだから、お相手様はね、今なんていうのかな、なんかこう気持ちがこう納得いかないのかな、もう会いたい会いたい会いたいっていうのがすごく出てる はい、じゃあこちらの気持ちでもう少し、じゃあね、深い気持ち見てみましょうね。なんかね、すごくこう思ってくれてるのはね、伝わってくるんですけどね。気持ち、なんかね、もう はい、了解です はい、そしてかーい、もうね、笑顔で会いたいんだよね。はい、了解。はい、そしてこちらは、やっぱりね、寂しくて苦しんでるよね、このお相手様。はい、このね、カードから見えること、やっぱりね、そのテキストとかね、電話とかじゃなくて、やっぱりこう、直でっていうか、フェイストゥーフェイスで会いたいんだね。もうとにかく、まあ、二人じゃなくてもいいからっていうとすごく大げさなんだけれども、やっぱりね、こう、顔を見て話したい。会いたい。なんかね、君の笑顔が見たいんだ、みたいなね、そういう気持ちがすごくすごくすごくありますよ。そして、まあ実際にね、やっぱまあキスをしたいとか、そういうお気持ちもある。でもそれがね、やっぱりこう、その自分の願い、ね、ブルーの皆様の笑顔が見たいのに、会いたいのに、キスをしたいのに、それができないからお相手様が今もう本当に、このね、柵の中で苦しんでる、ね、お馬さんっていう感じで、なんかね、こう、落ち込んでますね。やっぱり落ち込んでる。なんか怒ってるっていうよりは、今の現状をこう、なんか受け入れるのが難しいみたいな。で、だからこそ、なんかね、私が、だから会いに行きたいんだっていう気持ちがね、すごくある。この柵から飛び出したいんだ、みたいなね。まあ、ここでね、船っていうカードも出てるし、やっぱりこう、動く。ね、ブルーの皆様に会いに行きたい。そういう気持ちがすごく見えますよ。だから、まあね、もう一回言うんですけど、距離があるのか、いわゆるね、なかなか時間が取れなくて会えないのか、まあ、事情がどうであれ、お相手様としては、ね、あなたの笑顔が見たい、会いたいっていう、切ないほどの気持ちがね、出てる、出てる、出てる。はい、じゃあ、天使様からのアドバイス、見てみましょうね。見ていきましょう。さ、天使様は何て言ってるのかな。おっと、さて、はい、新しい道ができるよと。はい、とても前向きなカード。はい、そしてこれは、お、よかったですね。イエスって出てる。それもびっくりマーク付きみたいな。なるほど。はい。はい、そして、はい。はい。なんかね、あの人は会いたいとすごく強く強く願ってる。そしてね、はい、これはね、青の皆様も私も僕も会いたいよっていう、そのね、自分の気持ち、それを伝えてあげることが大切だよって出てる。なるほど。まずは2人がね、新しく
というかこう近いうちかな、これねきっと会えると思いますよ。やっぱりこれねお相手様から会いに来てくれるようなそんな気がします。会いに来てくれてもう2人がねもうねなんかねやったーって思えるようなそういう嬉しい状況になりながら、でも自分のことね、私もね僕も会いたかったんだよ、寂しかったんだよっていう、そしてきちんと好きっていう気持ちもお相手様に伝えること、それを忘れないでねっていうのが、はい、これが天使様からのメッセージ。大丈夫です心配いらない。お相手様はなんかね好きだからこそ会えなくて、それでちょっとこう喧嘩っぽくなっちゃってっていう部分があるみたいなんだけど、でも本当は好きだからこそっていうその気持ちでね、お相手様だけじゃなくって私もだよ、僕もだよっていうその気持ちをしっかりと伝えてあげる。うん、それもね、うん、なんていうのかな、うんうんって話を聞いてあげるだけでなく、私もそうだったんだよっていう自分を主張すること、それもしてみてねっていうのが天使様からのアドバイスです。はい、よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。